おお、クライブ。クライブ、待っておったぞ。ラザフォードから知らせがあった。世話になったな。いえ、お気になさらず。奴の報告を聞くに、わしの思った以上に世界は切迫した時局にあるようだ。おじさんが危惧することは現実のものになりそうです。未曾有の大混乱、明日にでも民のタガが外れてしまうかもしれん。民誰しもが理性を失った獣になるのだ。かつてのアナベラのように。それだけは何としてでも避けねば。はい、そう思います。大きな問題となっているのは兵士の暴走、物流の停滞による食料不足、そしてそれによる民の動揺だ。多くの民は為政者を失い、混乱の中でさまよっている。民が立ち上がり自治を行っている町もあるようだが、それは全体から見ればごくわずか。国や軍に頼れぬ今、わしらが動くほかあるまい。誰かが道を作ってやらんとな。おじさん、問題の一つ、兵士の暴走については治安の維持に大きく影響する。真っ先に手を打つ必要があるだろう。そのため知人であるハベルに協力を仰いだ。確か共和国の軍人でしたね。巨大なダルメキア軍の参謀を務めるほどの男よ。あれの他に適任は思いつかん。だが奴は条件を出してきよった。条件ですか？ああ、滞在人シドとの面会をな。わしに手を貸すということは遠からずお前にもつながっていく。故に一度直接会って、シドがどんな人物かを見極めたいそうだ。クライブ、どうか協力してもらえないか。ええ、構いません。他ならぬおじさんの頼みです。断る理由はありませんよ。それにこの混乱を収めたいのは俺も同じですから。礼を言うぞ、クライブ。早速ハベル卿と話してみましょう。彼は今どこに？迎えにやったラザフォードと共にランデラ関所の前にいるはずだ。わかりました。それでは行ってきます。クライブ、頼んだぞ。でかいのが浮いてるぞ。父ちゃん、何なのよ。いや、私怖いわ。
の騒ぎだ。わしがダルメキア軍の参謀ハベルと知って刃を向けるか、この逆賊め。二人とも下がって。貴様は？ああ、クライブ様。俺が相手をする。ふん、一人増えたところで同じことだ。全員殺してしまえ。片付いたか。ご無事でしたか、ハベル卿。ラザフォードも怪我はないようだな。クライブ様、おかげで助かりました。こんな奴らに引けを取るとは、わしも年を取った。しかしわしが軍の参謀としてなお襲ってくるとは、ダルメキアも落ちたものだ。バイロンが危惧していたのはこれか。貴様が指導だな。まずは礼を言う。叔父から話を聞き馳せ参じました。どうかハベル卿、大混乱を避けるため叔父の力添えをしてはいただけませんか。その前に一つ答えてもらおう。滞在人シド、貴様は今起きている混乱をどう見る。この混乱を生み出した原因の一端は間違いなく私にあります。私がやったことは許されることではない。ですがこうも思っています。決して間違ったことはしていないと。終末に向かって進む世界を止めるため、人が人として生きていける世界を作るため、そのために私は自分の信じた道を歩むだけです。たとえそれが世界にとって罪深きことであったとしても。腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの男かもしれん。今しばらくは信用してやるか。わかった、手を貸そう。アカシアどもの対策に追われていたとはいえ、状況を把握しきれていなかったのはわしの責任だ。それにダルメキアだけでなく他国も同様となれば、軍や兵に通ずるものが仕切るしかあるまい。感謝いたします、ハベル卿。貴様はどうする。私ですか。わしが兵をまとめる間にも治安は悪化していく。こちらの支度が整うまで民を導く者が必要だ。
聞けば貴様は己の組織を率いているというならば、その腕を生かせると思うが。私にできることがあれば喜んで手を貸しましょう。ですが私にはまだやるべきことが残っています。それに民を導くという点で見れば、より優れたものに心当たりが。おお、そのものを連れてくることはできるか。気難しい男ですが、おそらく。よかろう。わしはこのままバイロンのもとへ向かう。貴様はその男を連れてこい。ええ、わかりました。それではクライブ様、私はハベル卿を主の屋敷へ案内してまいります。わかった。道中気をつけてな。失礼いたします。民を導くには人に愛され心酔されるほどの力を持った者が必要だ。それならロストウィングのカンタン、奴を置いて他にいないだろう。ゴールトン農場に行って奴に話をしてみよう。簡単、一つ頼みがある。なんだクライブ、わざわざここに来たってことはろくな話じゃなさそうだが、まあお前には恩もある、話してみろ。民を導くとは、いくら各国が混乱してるとはいえ、また大きな頼み事だ。ハベル卿とやらが軍を安定させるまでの間、民を争いに巻き込まないようにする。安泰城の適任者はいないと思うが。お前に頼られるのは悪い気はしない。だが今の俺には家族がいる。これで十分なんだよ。すまんなクライブ、断らせてくれ。そうか、やってみなよカンタン。なんだ。話が聞こえちまったけど、民を導くって要は生きる場所を与えるってことだろ。それってカンタンがずっと俺たちにしてくれてたことじゃないか。ならその民ってのも同じ家族だ。カンタンが忙しい時には俺たちでブドウ畑の面倒を見る。ここの心配はしなくていいから。そうは言ってもな。家族が言うことを信じられないのかい。まったく、なんてやつだ。カンタン言ってたよな、村の一つや二つ立て直してやるって。ついでにさ、国でも大陸でもまとめて立て直してきなよ。あんたなら
それができる。仕方ねえ。大切な家族にそこまで言われちゃやらないわけにいかないじゃないか。その言葉を聞けて安心したよ。それで俺は何をすればいい？ハベル卿から連れてくるよう言いつかっている。後で迎えをよこそう。ああ、分かった。それまでのんびり支度でもしておくさ。頼むぞ、簡単。戻っておじさんに報告しよう。おじさん、戻りました。無事にハベル卿の協力を取り付けてきましたよ。よくやった。さすがはわしの甥だ。ハベル卿はラザフォードの案内でポートイゾルデに向かわれました。それともう一人。もう一人？ええ、ハベル卿が軍を安定させるまでの間、民を導く役割を求められました。そこでかつてロストウィングという村を束ねていたカンタンという男を説得してあります。その男の素性は？俺の悪党仲間といったところです。ほう、面白い。お前がその男に託すというのならわしも信じようじゃないか。同じ悪党仲間としてな。彼もおじさんの屋敷へ案内したいのですが。うん、後ほど迎えを出すとしよう。ところでおじさん、軍のことはハベル卿にお願いするとして、もう一つの問題はどうするのです？物流の停滞、こちらも何とかしなければ。ああ、それは心配いらん。状況さえ整理できればやりようがある。すでにロザリア七家族に手を回した。資材を根こそぎ出させて金の力で解決してやるさ。連中、はじめはなかなか耳を貸さなかったが、お前のおかげでようやく話に乗ってくれたよ。俺の？先日アリアンヌおばさまの執刀執事を助けただろう。確かロックフォードとか。おばさまがえらく感謝しておってな。お前も関わっていると話した途端、船10隻分の金塊をよこしてきたわ。おばさまが出資したとなれば他も動かぬわけにはいかんだろう。なるほど、そんなことが。よし、では屋敷に向かうとしよう。クライブ、お前も立ち会ってくれ。わかりました。だから先にあの街道を平定せねば、ランデラに食料を輸送できんと言ってるんだ。お前こそ何度言えばわかる。あそこにはアカシアが救っておるんだぞ。それを撃つにも兵がおらん。後回し後回し。ならランデラへの輸送も後回しということだな。それでは困ると言っておろうが。わしの直下の大隊を風の大陸治安維持の中核に置くのだ。腹が減っては奴らも動けん。それくらいわかるだろう。これから手を組もうってのに早速喧嘩とは。街道がダメなら船を使えばいいじゃねえか。バイロン卿、商船は余ってるんだろ。そいつを何隻か使わせてもらう。ランデラには食料を詰め込んで向かって、ついでに避難民を乗せて帰りゃいい。ここに来る途中でラザフォードから話を聞いたんだが、あんたら昔からの知り合いなんだってな。確かに随分仲が良さそうだ。
誰がこいつと。その根は不死者か。クライブ、本当にこいつに民を任せるのか。やはり滞在人が進めてくるやつにろくなものはおらん。おいハベル、今のは聞き捨てならんぞ。わしの可愛い老いを愚弄するなど。お前が最初に食ってかかっただろうに。楽しい階段だよ。では改めて、我々がやることは国を起こすことでも民を支配することでもない。ただこの地を平定し、この地に生きる民を守るのみ。そのために軍はハベル、物流はわし、民はカンタンがそれぞれ進むべき道を作るのだ。万事がうまくはいかぬことなど百も承知だが、我々が作った道を誰かが通る。誰かが通れば人が続く。さすればいずれ多くの民が歩く道となろう。すべてはこの世界とわしの甥クライブ・ロズフィールドのため。クライブが人が人として生きられる場所を作るなら、そこに生きる人を作るのが我々の役目だ。おじさん。それでは我らの決意を調印書に記そう。我々はそれぞれロザリア、ダルメキア、ザンブレクの生まれだ。いにしえに習って我らの絆をこう名付けよう。三国同盟と。有意義な会談だったな。ええ、本当に。これからわしらは全力をもってお前を支える。我々が民の道を作るなら、我々の道を作るのはお前だ、クライブ。だから我らの決意を記した調印書をお前に預けよう。お前はまっすぐに自分の信じる道を進め。はい、ありがとうございます、おじさん。